はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず1回ブリーフィングルームへ戻ってきたんでチップ報告をしましょう。まあそこそこ手に入れたんで。おー、いっぱいあるな。さあ何ができる。アシストキンタロス。お、ヒーローゲージアップ2だ。ステップヒール、回避をするとヒットポイントが回復するってやつか。身構え、どうだろうな。とりあえずパーティー編成をしよう。もう一回装備は一旦外そう。これを外す。所持品がいっぱいですマジか。じゃあちょっとアイテムラボへ行かないと。アイテム整理からか。まずは預ける。バックウェポンシステム一応持っとくか。これは素材だな。そうすると素材もなんか全然使ってないな。まあなかなかお金も増えてきたしと思うけど、復活キットをちょっと買っとくか。復活キット何個あるんだ今。復活キット1,2,3で大復活キットが1個か。まあいっかなこれで。であとはアイテムを外すと、これでいいかな。じゃあブリーフィングルームでパーティー編成、どうしようかな今回は。レベルが低いやつらとかだな。やっぱりダブルオーが低いな。ニューガンダムも低いな。ガンダム2体出るか。全体攻撃2体か。そうするとちょっと大変だけど、いいや、出よう。で仮面ライダーデンオも低い。ウルトラマンは、ウルトラマン2体しかいないんだまだ。ウルトラマンゼロだな。そうするとよし、これでいきましょう。回復薬を誰にするかだな。誰が早いんだこの中で。行くとデフォルトで93、83、88、115。ウルトラマンゼロかよ。そうするとダブルオーとニューガンダム遅いな。83なんだ。どうしようかな。ウルトラマンゼロはもうどう考えても攻撃したいしな。ガンダム2人に回復を任せるか。ダブルオーがヒールレインで、ニューガンダムがヒールにしよう。で、仮面ライダー一応キュアをつけとくか。あとはゼロに、ピコンピコンになった時のためのサブ系をつけよう。あとなんかいいのあるかな。あ、斬撃1回向こうね。これはちょっとニューガンダムあたりにつけとくか。ヒーローゲージアップ、ヒーローゲージアップはじゃあダブルオンにつけるか。なんとなく。で仮面ライダー電王にヒーローゲージアップ2をつけよう。あとはなんかいいのあるか。スロースタートとかウィークアップ、クリティカルパワーだな。そうするとこれをつけよう。よし、 OK だな。そういやスキルツリーもちょっと見るか。なんか全然覚えてねえなこいつ。ツインスラッシュでこれ上げて、お、ヒーローを覚えて、これも覚えて、これがロックされてんな。こうか。フォースキャパ上昇、これはで、ダブルライフル。ガンダム2人か。ちょうどガンダム2人いるしな。サブクエストトランザム発動。サブクエを進めないといけないのか。ここら辺も全部サブクエだな。まあちょうどなくなってきたしいいかな。じゃあダブルライフルあたり上げとくか。でニューガンダムはこれがなんだ、ビームライフルか。4まで上げないといけない。おい、うわー足りない。ダブルライフルとか覚えたかったのにな。で電話はほいほいほいと、でこれやってこれやってでこれやって、だいぶロックが外れてきたな。フォースキャパが上昇2でヒーローゲージアップ。ウルトラマンゼロも次へどんどん進んでいこう。よし、ヒーロー技ゲット。うわ、もうない。
よし、ちょっと最初の編成で手間取ったけど、じゃあゲートポートから進んでいきましょう。アジトキューブ、まあ相変わらずの中継地点1なんだよな。これどうやって行けば早いんだ。ちょっと地図を見ながら。全然わからんぞ。やっぱり戻るべきじゃなかったか。こっちに行って、いやいや、まさか来た道をそのまんま戻るとか。いや、これはありえるな。いいよ、不意打ちかよ。 OK、 スタンしちゃったよ。明らかに戦闘能力が下がってる。これはやばい。めっちゃスタンしてるし。お、猫闇をゲット。ちょっとこれは厳しいぞ。ヒールレインを2回打って、そし装備全然してねえな。ダブル O に物理攻撃じゃないな、リフレクタービットだな。で、ニューガンダムも間接攻撃が上がるやつが欲しいけどないから、これでも装備させるか。で、仮面ライダーはもう思いっきりこれだな。よし、 OK、 もうサクッといきたい。で、これ開けといてよかった。よしよしよし、だいぶ時間を短縮できたぞ。本当に来た道を戻るってなるとだいぶ時間がかかりそうだったからな。そうだそうだ、これでここまで来て逃げ返ってきたんだ。この貧弱パーティーでどこまで行けるか。弱い、ニューガンダムか、超弱いぞ。1体になるとな。うわ、スタンした。全員にスタンかよ。うわ、またスタンした。うわ、スタンした。マジか、これ。うわビリビリ、みんなビリビリだよ。なんなんだこのバイソン闇とか言って。あともうちょっとなのに。よし、スティービーで誰だっけ、回復持ってんの。そうだ、ニューガンダムだ。ニューガンダム、そういえばピンファンネル背負ってなくね。そういう設定なのか、もしかして。なんかある、この壁は少し不自然な気がする。うん、俺もそう思うよ。でもそうし、やすやすとは調べてくれないんだね。もうバイソン闇やだ。おお、痛い痛い痛い。また小屋がある、小屋が。ちょっと小屋で休もうぜ。この貧弱パーティーだ、辛いよ。グレージーゴーン斬撃一回向こう、何気にいいな。レベルがな、そもそも23だからな。それはちょっときついか。おわ、なんだ。おわ、なんだなんだなんだ。突然降ってきた岩石が道を塞いだ。あれはレッドキングだ。レッドキング、お前か、岩石を投げたのは。来るなら来い、俺が相手してやる。またこいつか。
お前はまたか。取り付いたか。でもこいつ取り付いても弱いからな。ガーン、襲ってきた。どうしようかな。レッドキングだからやっぱり様子を見た方がいいかな。量子カットあるんだ。まあ、とりあえず GN ソードを使うか。いや、ヒーロー技が使えるのトランザムコンボを使おう。で、アムロもいけるな。ニューガンダムコンボ使おう。使う価値があるかって言われるとちょっとわかんないけど。こうない?いや、使う価値なかったな。弱い。トランザム!目標を駆逐する。切り裂く。ここは俺の距離だ。俺たちがガンダムだ。取っといた方が良かったかな。まあいっか。そしてまたこいつは去っていった。悪霊退散。あれ、悪霊退散したけど死んじゃったレッドキング。ち、またこれか。何を企んでるんだ。怪しすぎる。まあ落ち着け。十字架は近くにあるんだ。その岩石なんとか壊せないのか。よし、試してみよう。何をする気だ。いや、このまんまか。あれ、ビクトもしてない。仮面ライダー2号が様々な方法で岩石の破壊を試みた。しかしその岩石は異常なほど強固でどうしても破壊できなかった。ふん、無理みたいだな。仕方がない、別の道を探そう。これくらいだったらなんか登ってきそうだけどな。よいしょよいしょって。マーカーがセットされましたけど、どういうことだ。もうここすでに目的地だよ。他の道ってか、なんだ他の道って。レッドキングの死体がある。あ、さっきの怪しいところか。怪しいところに行こうじゃ。おお、バイアラン。どうしよう、本当に。これでいいものか。いてー。ニューガンダムがな、遅いんだよな。全体攻撃は最初に攻撃してほしいんだけど、5点になるとちょっとダメージの効率的に悪い。まあしょうがないんだけど、ここだな、怪しいところは。ん?この岩?岩?いや、これは。いや、さっき怪しいって言ってたじゃん。隠し扉。驚いたぜ、敵さんがこんなところに抜け道を作ってるとはね。こんなところにか。まあいい、行くぞ。おお、なんでわざわざ隠し扉にしてたんだ。疑問が残る。とりあえずちょっとずつでもマップを埋めながら。あれ、また地下に戻るのか。この先へ進むしか道はないようだな。行くか。行ったり来たりだな。そしてあれはなんだ。いや、普通にダメージゾーンだな。お、宝箱。キュアダーク。力石。ちょっとこっちの方はなんかあるのか。なんもなかった。無駄足だった。あれ?普通にザンジオは出てきたんだけど。うわぁ、倒せなかった。ギラ動画意外に強いぞ。もうそろそろダブルオートニューガンダムが上がるから、もうちょっとヒールレインガンガン使っていこう。 SP も回復するからね。レベルが上がればいて。いくつ減る。10か。結構きついな。ロックされているようだ。マジか。いて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 。ミノスキークラフトが欲しい。ミノスキークラフトが結構いっぱい敵が出てきた。コックローチってゴキブリじゃん。うわー、プレッシャー受けたー。
やばいやばい、ダブローが死ぬ、あぶねー。よーし、レベルアップ回復。天王とウルトラマンも減ってるか。ん、ここは完全に前のフロアとは違うところか。地下2階になってるな。どっち行けばいい、これはどっちだ。こっち行こう。こんなでっかいゴキブリ戦いたくねえな。てかモビルスーツとかってゴキブリ苦手なのかな、よくわからない。人間の心理とは違うかもしれないからな。ロックか、さっきの道も気になるけど、ここもロックか。痛い、敵だ。マジ不意打ちか、厳しい。これ不意打ちされるとかなり厳しい。ちょっとスキル使っていこうと思ったけど、一回ヒールレインと、バルカンだな。そうするとこいつらは攻撃していくか。もうしょうがない、こいつはバルカンを使っていこう。バルカンに生きる道を見出すしかない。でもう一回ヒールレインを使うか、ダブルオーで。これはちょっときついものがある。さあどっちだ。おお、こういうことね。 OK OK、 あー、あったー、ようやく。ちょっと接続するか。ようやく第二の中継地点だ。長かったなー。ってことはまだこのキューブは長いってことか。ぐおー、誰だー、こら暴れるな。ぐおー、俺を殺したのは誰か、手伝ってくれ。大丈夫か、そっちを押さえてくれ。あ、わかった。マスカレードドーパントごときに抑えられんのか。うん、ぐぐ、騒がしい、何事ぞ。は、例の怪人を捕獲し連行いたしました。おお、よくやった。こやつが鎧武者怪人か。相当な実力の持ち主というか、どこにも属さず暴れ回っていたらしいな。相当の実力の持ち主がなんでマスカレートドーパントごときに取り押さえられるんだよ。貴様か。うわ、おとなしくしろ。申し訳ございません。すぐにコアメデル摘出の準備をいたします。待て、こんな状況では手に負えん。ヒーローどもと戦わせ消耗させるのだ。は、では早速やつらをここへおびき寄せます。もう来てるよあれ、ここじゃないの。いや、その必要はない。このことを予想しすでに手は打ってある。いるのは分かっているぞ、ヒーローども。お前たちはこのなんだ、武者、うん、鎧武者怪人が始末してくれよう。その時隣の部屋から叫び声が聞こえた。あ、まだ隣の部屋だったんだ。あれ違う、やめろー、ショッカーが、やめてくれー。おお、貴様らを始末する前に1号2号の改造手術が始まったようだな。あ、2号だと。じゃあこいつは誰だ。偽物だったか。はっはっは、まんまと騙されおって。お前たちの行動はガイナ忍法を通じて筒抜けだったぞ。ふっふっふ、いかにも俺は海魔怪人ガイナ忍法だ。また偽物だったのか。顔写しの術で2号に化けていたのだ。ウキウキキー、やろう、騙しやがったな。騙される方が間抜けなのだ。ウキキー、この猿に言われるとムカつくな。いた、この野郎。さすがは海魔忍法の使い手、動きも素早いわ。そうだ、侍と忍者の怪人でコンビを組ませてみるか。鎧武者怪人ガイナ忍法、ロストヒーローどもを始末するのだ。ウキキー、ゴー天中。これ猿の姿より仮面ライダーのままの姿の方が様になってたな。まあとりあえず、どっちから始末するかだな。どれが強いんだ、これか。
あ、そういえばヒーロー技はツインスラッシュが使えるな、ニューガンダム。でこいつは一番強そうなやつ、どれが強いかちょっと把握しとくべきだな。でゼロナックル、おお斬撃か、強くない、お、ウィーク、いでー、いきなり死にそうだ。ツインスラッシュ、まあ普通のビームサーブにと、おおよミスった。そしてなんかガードされてたな。どうしようかな、ディフェンスしよっかな。で、メガライフヒットで回復させよう。死ぬ可能性はあるけど、パンチだな。そうするとこいつは多分パンチに弱いんだな。うわー200、マジかよー、これ厳しい。メガライフ、いや待って、一応ヒールレインにして、で回復だな、蘇らせるか、念のため。うわーやられた、痛い、これはやられるな。蘇らせるか回復させるか、回復だな。で大復活キットでダブルを蘇らせ、うおいってー、早々に敗北した。このメンツじゃダメだ。さっきセーブしたからな。ちょっとタイトルへ戻ろう。いやでもクロスオーバー使えばいけるか、もう一回だけやるか。これで倒せなかったらちょっとパーティー編成考えよう。イベントをスキップとかないのこれ。ないな。あれ本当にない、イベントスキップ。うわ、めんどくさいことになってしまった。やめろー、やめてくれー、早く白猿。いたたたたたた、よーし、まずどうするかだな。ヒーロー技を使って、こいつで、これも必殺技を使おう、もうウルトラライダーキックだな。でこいつを倒そう、早々に。いったって、ちょっと死んだよ、いきなり死んだよ、連携がうまくいかなかったって、悲しすぎる。蘇らせるか、やっぱり復活キット半分減らしてるからな。よし、で死ぬ恐れがあるからディフェンスさせよう。いてー、やられた、もうマジかよこれ。復活キット、大事に出てて、てかこいつの攻撃が強すぎる、歯が立たない。ちょっとレベル、うおー、なんかを跳ね返すバリアが、あー反射効果か。バルカンでこいつは蘇らせるか、2つ切ってもだいぶ減ってきたな。おお危ねえぜ、斬撃1回無効がかなり役立った。ガンダム一族はちょっと今あれだな、回復役だな。いでー、とりあえず1体ね倒せれば違うんだろうけど、こいつをまず始末しよう。鎧武者怪人の攻撃がうわ強すぎる。やっぱヒールレインを打って、まずこいつを減らそう。痛い痛い、なんでこう集中攻撃してくるんだ。ライフル、うおーしまったーと思ったけど倒せたー。
ここで立て直すか。大復活キットしかないじゃん。マジでどうしよう。電王にしよう。もう蘇らせらんないよ。痛え。よし、スタンスだ。もうないよね、復活アイテム。ない。こいつ一人でなんとかするしかない。とりあえずスタンだ、スタン。ほらほらほら、スタンが溶けた。甘い。ガイナ忍法の方が弱かったか。全然弱かったな。ガイナ忍法これ多分雑魚敵で出てくるな。うっ、これまでか。死んでった。うぐぐぐわー。お前らは強敵だったよ。鎧武者怪人の体は大量のセルメダルとなって崩れ落ちた。その中から3枚のコアメダルが飛び出した。コアメダルが出たな。これはわしがいただく。何？パクられた。イカデビルは3枚のコアメダルを素早くキャッチした。おお、サソリ、カニ、エビの紋章が見える。これがコアメダルか。あ、なんだと？貴様らのおかげで手間が省けたわ。お前最初からそのつもりで。はっはっは、さらばだ。まんまとやられたな。おい待て。あれ、追いかけてっちゃったアンク。ち、逃げやがった。だがあのコアメダル一体何なんだ。アンク、そんなことより早いとこ1号と2号を助けちまおうぜ。ふん、俺に命令すんな。お、勝手に進んでくれたか。もう今の俺は敵と戦闘になったら死ぬからな。1号2号。隣の部屋には手術台が2つあり、1号と2号が体を拘束されていた。今助けてやっからよ。おい、そこの操作パネルを頼むぜ。ち、今回だけだぞ。アンクはやけに反抗的だな。アンクが機械を操作すると1号2号を拘束していた器具が外れた。すまない、助かった。お、格好が違う。あ、1号だったか。オンに切るぜ。見分けがつかん。1号と2号、もう少しで再改造されるとこだった。危なかったな。間に合ってよかったぜ。おい、こんなところに長いは無用だ。拠点に戻るぞ。そうだ、回復しないといけないからな。もう瀕死だよ。ようこそ仮面ライダー1号、そして本物の2号。いやー、命を救われたよ。こんな場所があったとはな。僕はセラビーガンダム、作戦面でサポートしている。私はメタス、アイテムラボの管理を担当しているわ。え、そんなの、そんな初めて知ったよ。俺は光、技術面のサポートを担当している。ヒーローたちは次の目標であるウルトラ戦士の救出の作戦を話し合った。これで1号は仲間になるのかな。十字架のある場所へ行く道が岩石で塞がれているのか。小型で強力な爆弾があればいいのだが、あいにくここにはちょうどいいものがない。小型の爆弾か。そんなもん敵からいただいちまうぜ。そう都合よく敵が持っているとは思えんが。いや、敵は武器弾薬の類の研究をしている。どこかに保管しているはずだ。怪しいのは俺たちが捕まっていた場所のさらに奥のエリアだ。イカデビルも頻繁に出入りしていた。ほら見ろおめえら、1号が言ってんだから間違いねえぞ。わかった、そのエリアを調査してくれ。よし、俺も行こう。おお、1号が仲間になった。うん、そうだな、やっぱりこれはもうすぐパーティー編成だな。ちょっとこのメンツではきつかったか。でもレベルがまだ24か。まあいいや、とりあえずチップを報告して、何にもない、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、まあ次回は1号を入れてまたパーティー編成からやっていきましょう。